はい、こんにちは、レトスノーノです。8月13日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。お持ちの教材を使っていて理解できないな、残り2ヶ月なのにどうしよう、そんな不安や焦りの気持ちはないでしょうか。理解できていないまま勉強を進めても点数は上がってきません。理解できる部分はしっかり理解していきましょう。そのためにどうすべきか。お持ちの参考書や予備校のテキスト、問題集の解説の中には理解すべき内容まで書いていない場合がほとんどです。そのため理解学習を実践するにはネットで調べて勉強する必要があります。権利関係であれば弁護士さんとか法律事務所のサイト、法令上の制限であれば国土交通省、都道府県、建設業者さんのサイト、税金関係であれば国税庁や税理士さんのサイト、こういうふうにネットで調べた方が細かい内容が分かりやすく載っている場合が多いです。私自身独学で勉強していた時は上記のようにネットで調べながら理解していきました。ただ試験2ヶ月前となった今、上記のように調べるには時間がかかりすぎます。これから2ヶ月間毎日6時間7時間勉強できるのであればなんとか間に合うかもしれませんが、そこまで時間を取れないのであればぜひ弊社の予想を模し試してみてください。上記調べなければいけない内容が解説に記載されています。だから調べなくても弊社の模試を行うだけで理解学習が実践できるわけです。弊社の予想模試は実力を試すだけではなくて実力をつけるための模試になっています。先に弊社の模試を行っていただければ、その後市販の模試や過去問の解説に弊社の模試で勉強した理解の仕方とか考え方を使えたりするんですね。実際弊社の模試の解説をテキスト代わりに使う方もいらっしゃるぐらいです。もし今年絶対合格したいという強い気持ちがあるのであれば、ぜひ弊社の予想模試で合格力をつけてください。で、お盆の期間も速達で郵送いたしますので、すぐに模試で実力をつけていただけます。模試についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。 A が A の被用者 B の行為につき C に使用者責任を負う場合は、C の B に対する損害賠償請求権が消滅事項にかかった場合、 A は事項を援用することにより C に対する損害賠償義務が消滅する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×ですね。 A が使用者で B が被用者、 A が会社で B が従業員といったイメージですね。で、C が被害者という状況です。で、使用者責任が認められる場合、被用者と使用者の損害賠償責任は連帯債務の関係にあるんですね。つまり、被用者も使用者も被害者に対して全額の損害賠償義務を負うんですよ。で、たとえ一方が消滅事項にかかったとしても、それによって他方の債務は事項によって消滅はしません。つまり、C の B に対する損害賠償請求権、これが消滅したとしても、つまり B さんの債務がなくなったと、時効によってなくなったとしても、 A さんの債務は時効によってなくなるってことはないんですね。つまり A は損害賠償義務消滅しないんですよ。したがって誤りだということです。そしてこのレベルの問題が合否の分かれ目になると言える問題です。このあたりをしっかり理解しておくと合格につながりますし、逆に理解できていないと類題で失点してしまって不合格の仲間入りになってしまいます。なのでしっかり理解をしておきましょう。で、今回は無料なので理解の仕方まではお伝えしていないんですけども、理解の仕方までぜひですね、頭に入れておきましょう。調べて頭に入れるってことまでやっておきましょう。で、個別指導については理解の仕方までお伝えしておりますので、受講者専用の、メルマガから理解の仕方をご確認ください。では問2です。不正手段により免許を受けた者は300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役またはこの刑科に処せられる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。不正手段により免許を受けた者、無免許で宅建業を営んだ者、名義貸しをした者、業務停止処分に違反した者、この4つに該当する者っていうのは300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役またはこの刑科、この刑科っていうのはどっちも受けるってことですね。このどっちも処せられます。したがって答えは丸です。で、ちなみにもし宅建業者法人だった場合っていうのは1億円以下の罰金になりますので、この点もですね合わせて覚えておきましょう。で、問3ですね。
勘違処分は施工者の勘違計画において定められた関係事項を広告してするものとされている丸か×かという問題ですね。で、今回の問題は広告して行うものとされている、この広告が誤りですね。答えはこれ通知、これが正しいです。勘違処分っていうのは施工者が関係権利者に勘違計画において定められた内容を通知して行います。で、広告っていうのは、まあ、広くみんなに伝えるって話なんですよ。つまり、この関係権利者以外の人にも伝えるっていう形になるんですね、広告だと。で、そうじゃなくて、関係権利者に直接通知して、この人たちだけに、お知らせをするんだ。これが正しいんですね。で、まあ、これについてはね、知ってる人も多いと思います。つまり、勘違処分は通知して行う。まあ、これよく、出題されるポイントだから、ここを覚えてる人は多いけれども、関連ポイントについては覚えられていない人も多いんですね。で、個別指導についてはその点について理由をつけて解説していきます。そして今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか、またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。